皆さんこんにちは、ヨガインストラクターの久美です。今日は1ヶ月で体がかなり引き締まる体幹トレーニングをご紹介したいと思います。まずはじめに手の幅に肘をついていきます。ドルフィンエクササイズから始めましょう。この動きはヨガでヘッドスタンドの練習をする前に体幹を鍛えるために行われるエクササイズです。腕そして体幹を鍛える動きになります。かなり腕周り引き締まっていくので頑張っていきましょう。ご自分のペースで大丈夫です。もし疲れたらお休みしても大丈夫です。お休みするときはこのチャイルドポーズでお休みします。レッスンを行っている最中疲れてしまったらこのポーズでお休みをしましょう。次はバランス力を鍛える動き。これも体幹を鍛えていきます。しっかりとした体幹を作ることでお腹周りも引き締まるので一緒に頑張りましょう。肘と膝を近づけるときは背中を丸めること意識してみてください。あともう少し頑張って。一度お休みします。少しのお休みですが、このお休みだけでもかなり疲れ取れると思います。反対側も一緒に頑張りましょう。肘そして膝を伸ばすときは手の先は前に、足の先は後ろに引っ張られるようにキューッと伸ばしていくと腕周り、もも周り、さらに効果的に引き締められます。頑張りましょう。はい、もう一度休憩しましょう。ふーっと一度リラックスです。次は四つん這いキックです。これはお尻とモモ裏にかなり効いていきます。足痩せ目指している人はこれぜひ行ってみてください。ポイントは背中を反らないことですね。前を向くと背中を反ってしまうので目線はマットを見るようにしてみましょう。今日これかなり足に効くのでできれば毎日ですね、1ヶ月ぐらい続けてもらえるとキュッとお尻ともも引き締まります。はい、お休みしましょう。ふーっと力抜いて。はい、次反対ですね。反対の足も頑張っていきます。足先ピーンと伸ばしてみてくださいね。意識するのはお尻ともも裏です。しっかり引き締めて足痩せ目指しましょう。私もかなり足にコンプレックスがあるのでこれを行って足の引き締め頑張っています。一緒に頑張りましょう。はい、休憩です。少しの間ですがふーっと全力で力を抜きましょう。今度は四つん這い膝曲げのキックです。膝を90度に曲げて足首も90度に曲げて足の裏で天井をキックするようなイメージです。これもお尻ともも裏がかなり鍛えられます。目線は前ではなく下を向いて背中が反れないように注意してみてください。足の裏でキックです。頑張りましょう。はい、お休みです。ふーっと力を抜く。背中の力もリラックス。反対も行きましょう。足の裏でキックです。お尻引き締め、もも引き締め、頑張っていきます。時々ね、あれ本当に私キックしてるかななんて感覚がわからなくなっちゃうことがあるんですけど、その時は足の裏で天井を押し上げると意識するようにしてみてください。もう一度お休みします。今度は横向きです。これは内ももかなり引き締める動きになります。
上の足は曲げて手で足首をつかんで下の足を引き上げる動きです。下の足、足首90度に曲げて足の裏、壁の方に向けるようにしてみてください。これも結構ね、慣れるまでは足上げるのきついんですけども、慣れてくると上げやすくなります。頑張りましょう。はい、次は反対です。反対向きも頑張ります。この内ももに力が入っていることに意識してあげると効果的です。内ももを引き締めて足を閉じた時にスペースを作る美脚を目指しましょう。かなり効きます。これも1ヶ月だいたい30秒間だと20回から30回目安に行ってあげると、これもかなり足引き締まるので試してほしいです。頑張りましょう。はい、では今度は仰向けになります。仰向けで足パカです。これも内ももにかなり効果的です。この足の開く開き方は無理せず、ご自分のいいところでいいので、一つずつの動きを丁寧に、足を閉じるときに内ももにしっかりと意識を向けて足を閉じるようにしてみてくださいね。速さは速くなくても全然いいので、ゆっくりでいいので内ももを意識しながら行いましょう。頑張っていきます。はい、ちょっと疲れましたね。お疲れ様です。あと残り2つになります。頑張りましょう。次はサイクリング腹筋です。頭を少し持ち上げて、両膝もできるところまで胸に引き寄せて行います。右肘、左肘というようにクロスして行います。頭はちょこっと上げるだけでもかなりお腹に効くので大丈夫です。膝と肘もくっつけるの苦しければ近づけるだけでもお腹に効くので大丈夫です。頑張りましょう。おやすみです。次が最後になります。頑張りましょう。最後は両足上げです。これは膝を伸ばして行います。お腹に意識を向けて足を上げるときに、肩や胸に力が入って、肩や胸、そして頭が浮かないように気をつけていきます。お腹の力で引き上げて、お腹の力で下ろしていきます。お尻が痛くならないように両手は体の下に引いて行います。大丈夫な方は両手体の横に伸ばして行いましょう。はい、お疲れ様でした。この10分以内のエクササイズですが、1ヶ月頑張って続けてみるとかなり全身引き締まりますので、皆さんぜひ試してみてください。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。